はい、ではお待たせしました、MN ブロガー TV、結構やってますね。10回超えたんじゃないでしょうか。マジでそんなにやってる？やってますよ。10回もやってる？やってると思うんですけど、ちょっと後で考えてみましょう。はい、でですね、早速ですけど、今日のゲストはですね、白坂ブログ Z ですね、あのコワーキングスペースのジェリージェリーカフェの運営で、最近話題の白坂さんです。はい、よろしくお願いします。社長の坂尾さんと1階にカフェ作りたいねみたいな話してて、多分
多分ですけど IT 企業あるあるだと思っていて、はい、あのバーチャルな仕事ばっかりしてると、うん、リアル店舗持ちたくなるみたいなっていうのはあるんじゃないかな。あ、確かにそう、あるリアルなものに対する憧れあるんですよ。セレボみたいに製品売ってる。あ、これ作ってんだっていうこの見せれる感じ。そうですね、ありますね。ウェブマーケとかウェブサイト制作とかって実体はないじゃないですか。ディスプレイ上にしか存在しないとか、はいはい、データで見せてどうやみたいな感じじゃないですか。そういう仕事ばっかりしてると、うん、なんかそれこそそのセレボみたいに形物をプロダクトデザインみたいなのにはすごい憧れがあったりとか、店舗を構えてお客さんが来てくれて、現金商売みたいなのはすごい憧れがあって、いつかやりたいなとはずっと思ってたんですけど、それで足がかりなかった。そうなんです。で、本当はなんか老後にカフェ喫茶店でもみたいなぐらいの、老後にって思うよね。思いますよね。そうそうそう、老後のイメージだった。そうなんですよ、ね、老後の夢をもう叶えてしまったのでもうちょっと若干飽きてきてるから、まあ、飽きてる説はもう半年ぐらい前に聞いてる。でも飲食店のオーナー大変じゃないですか。そうですね、やっぱりあのうまいことやってる人は多分一部だと思っていて、大半はあのトントンか所に儲かってるぐらいで大儲けってしづらいと思うんですよね。だってね、はい、キャパも決まってるし、うね、こう一瞬話題になって満席になったら今度逆に常連さんが混んでるからって来なくなっちゃうとか、はい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 、いろんな話聞きますけど、本当にネオヒルズ族みたいにその億単位の話には絶対なんないんですよ。うちなんか本当に500円1000円でこうお客さんが何人も来てくれて、やっとこう家賃払えますみたいな話なので、そのネオヒルズ族と比べるとそういう IT 企業だとこう、ね、単価じゃないですけど、まあそうね、あれは最初どういう順番なんですか。あそこそのカフェを作ろうと思って借りたのか、はい、借りててここをカフェにしようと思ったのか。やろうと思って借りましたね。じゃあもう最初から この辺ならいいかなって。そうですね。で一応設備とかも最初からある感じ。もう元々アパレルで服屋さんのところを居抜きで借りたので。あ、服屋さんだったな。服屋さんも居抜きで借りるんだ。だからもうなんか何もない状態からバッと入って、うん、でまあね、ネット設備だと椅子机あればできちゃうので、うんうん、喫茶店的なものっていうのはそんなに設備とかいらないんですね。そうですね、焼肉屋とかだとすげえ大変ですね。ラーメン屋とか、うんうん、コワーキングスペース最近すごい増えてるじゃないですか。ゴミのようにあると思うんですけど、それってなんでかっていうと多分やりやすいんですよ。うちもすごいリスク少ないってすごい感じてやってるので、うんうん、そうだね、ドリンクバーの飲み物のやつだけボンと置けばできちゃうね。で、うちなんかはオフィス兼カフェみたいにしてるので、うん、あの兼用してる分、まあ、どうせオフィスの家賃払うしみたいな、まあ、ちょっと高めのオフィスを広めに借りちゃったぐらいの感じですね。僕ここのオフィスの前は、10万円の一部屋のワンルームマンションの一室を借りてやってたんですけど、はい、家賃25万なんです言っちゃうと、うん、あ、なるほどね。プラス15万のリスクを負いましたと。プラス15万円分売り上げればいけんじゃんって思ったら、うんうん、結構なるほどね、なるほどね、25万って思うと重いけど、今まで10万でやってて、そうですね、なるほど、なるほどね。そう考えると、そういう考えで結構コワーキングスペース増える人はやっぱり多いのかなと思って。なるほどね。どうなの、事務所兼コワーキングスペースって人は意外と少ないんじゃないかと思う。ああ、そうかもしれないですね。あ、まあでも、まあ、そう半々ぐらいなんですかね。どうなんですか、そんないる。でもやっぱりそのなんですかね、コワーキングスペースを運営してる人がそれだけで食ってない人って結構多いかなと思っていて、そのエンジニアさんだったりとか、もともと会社やっててコワーキングスペース事業始めたって人はやっぱりそこを事務所にしちゃう人が多いかもしれない。ああ、そういうもんなんだね。うん、もうしかもそれいきなり始めたわけではなくて、もともと月1でやってたんですよ、イベント的に。でそれも友人がやってるバーの昼間を借りてたので、ただで借りてたんですよ。そうだよね、で六本木のにバーが、友人がやってるバーがあって、昼間使わないなら貸してよって、はい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 、でそこでその時コワーキングってアメリカで流行ってるらしいっていうのを小耳に挟んでちょっと始めてったんですよ。そしたら割と順調というか、そのいいっすよね。月1がそうですね。うちも昔そのオフィスが半分ぐらい空いてた頃はパートナーブロガーの人によく来てもらって、うん、石谷さんとかよく仕事してくれてたんですけど、うん、そういうのやりたいなと前から思ってて、今から間に合いますよ。半分ぐらい、今全然空いてないんでここしかできないですけど、まあ、ここに1回借りるとかって話も1回ね、1回空いてましたからね、あそこ ね、あそこを借りてカフェにしちゃえば、いや、ブロガーズカフェみたいなコワーキングスペース、あそこいくらぐらいするんだろうな。あの大きさだったらさ、40ぐらいかな。まあ無理だな。ペイできない。毎月ですからね、うん、でもなんかちょっとそういうの1回いつかやってみたいですよね。確かにそうですよね。
サボカイさんが何してる人なんですかっていうすごいストレートな。そうですね。一言で言うなら何？ウェブクリエイター。お。クリエイターは上手いかもしれないな。確かにそれは間違ってないね。さっき捻挫さんが読み切れないのに切り込み隊長補佐作っちゃったのかって。だからそのそうです、ね、切り込み隊長のブログをこうちょっと読みやすくするっていうかツールを前作ってた。そうですね。本当はその切り込み隊長補佐みたいなちょっとネタっぽい購入、うん、でも素人は作れないじゃないですか。でやっぱりちょっとアイディアとちょっとした技術で作れますみたいなものをたくさん作って生活していきたいっていうのは結構本当はあるんですけど、もともとデザイナーなんだけどちょっとそのプログラミングも覚えて、そうですね、クリエイター的に今なってるんですね、はい、個人的には結構全ての技術がそこそこだと思っていて、なるほど、僕よりできるデザイナーも死ぬほどいると思ってますし、僕よりコード書けるエンジニアさんもたくさんいると思ってるし、僕よりいい企画書書く人もたくさんいると思ってるんですけど、僕は全部そこそこ中途半端にできよくも悪くも中途半端にできちゃうって思っているので、面白いですねそこは。自分ででもできちゃうっていうのはいいんですけど、本当にいいものを作りたいと思うと結構難しかったりするので、結構他の会社さんとか見てるとなんか3人いればすごいものができると思ってて、すっごい企画書くディレクターとすごいプログラミングができるエンジニアといいデザイナーの3人がいれば、どんなウェブサービスでもいいものが作れると思ってるんですけど、僕そこの3人のうち誰になるみたいになると、どのポジションになるみたいな感じがすごい。僕なんかも思うんだけど、その会社に入ろうと思うとそういう多分スペシャリストの方が重宝されるんですよね。薄くなんでもできる人って実はフリーとかに向いてて全部できるから、僕もそこそこなんか言われた案件とかはそこそこできますよみたいな形でこなす自信はあるんですけど、次々にみんなが社長だとか、社長って言うんですか、原田さんが社長、タイランドからもバッチリ見れてますって、タイですごいお世話になってる、あのタイによく行く時の、あ、そうです、そうです、あの泊まるところの人、そう、タイに、僕 4,5 回タイに遊びに行ったりとかしてるんですけど、その時結構泊まらせてもらったりとか、宮城さんがドラクエ10で言うとレンジャーレンジャーってそうだっけ、いや、ドラクエ10で言うとそうかもしれない、でも、もともとレンジャーみたいなこともやってたみたいな全体的な、全体的なもともと、自衛隊出身、そうですね、すごいですよね、このキャリアの振り幅の、そうですね、自衛隊行った時もただお金がもらえるってだけで行けるので、割とあんまり大きな声で言っちゃダメな、あ、なるほどね、はいはい、まあ、じゃあその話は聞かない方向で、まあ、でも別にね、一つの選択としてはね、でも結構防衛大学校だったんですけど、防衛大学校で卒業するといいところに就職できるって話は結構聞いてた、なるほどね、はい、なるほどね、まあ、僕はいいところに就職するために防衛大というキャリア、防衛大を卒業できるぐらいの根性があるっていう証明はされてますからね、人間関係がやっぱりとてつもないでしょうね、で絶対生きていけないな、1年生か4年生までが4人で4人の部屋みたいな、あ、プライベートも上下関係が1、2、3、4年が1人ずつ1つの部屋で、あ、もう部屋の中に完全に階層がそうそうそうそじゃあもう毎年毎年先輩早く出てけと思いながらその部屋にいるわけですね。でその部屋とかは1年生だけが掃除するんですよ。あ、もう2年生になったら何もしなくていい。分かりやすいな、なるほどな、うん、もう1年生の間はもう早く2年になりたいと思いながら1年が過ごすんですね。2年になっちゃえばもう楽ですね。へえ、あるので割となんかその卒業してから就職しやすいみたいな話はちょっと聞いていって、うん、入ったんですけど、自衛隊って受け身な職業、攻めてこないと仕事がない、あ、そうそうそう、その災害が起きてから動くとか、そういうのをいろいろずっとそういう生活をしてきて、なんかクリエイティブな仕事がしたいと思うように、あ、反動なんだ、そう、受け身な仕事、はいはい、環境にいたので、うん、反動でなんか物を作り出したいみたいな思って、はいはい、その時からちょっと会社とかやってみたいなみたいな、うん、気持ちがあって、うん、でその大学では情報工学科でちょっとプログラミングみたいなことをやってたので、はい、でそれとデザインに興味があって、何かなと思ったら、うん、ウェブデザインやみたいな、はい、そういうちょっと安易な発想なんですけど、じゃあ完全に全部自己流ってことですか。そうですね、自己流ですね、自己流ですね。どっか の制作会社に一回入って勉強したわけでもなく、ないですね、 それは結構すごいですね。ですね、だから本当に最初の頃は、うん、もう今思うと結果オーライですけど、はい、よくやってこれたんですよね運も多分あると思うんですけど、あ、確かにね、はい、先週のブラックじゃないですけど、はい、久々君は僕と会ってまだ2回目なのに僕の結婚パーティー来たっていう
ブラックさん、ブラックさん、会ったことないのに来た人、はいはい、で、2回目のに来た人あの中目黒の家でそう家で会って、来るって言ってじゃあ行きます行きますよねその頃僕は割と、うん、あの瞑想してたというか、はい、あの営業って大事だなって思い始めた頃、僕プログラムもできるしデザインもできるし、うん、いくらでも仕事できるぜと思ってたんですけど、うん、会社立ち上げた当初、うん、仕事ってどうやって取るんだろうと思って、自衛隊上がりだから、うん、その大学時代から起業してる人って大学時代にコネクションを広げてるんですけど、うん、自衛隊時代って自衛隊の友達しかできないんです。確かに自衛隊の友達とたまにやる合コンの女の子とかしかいないから、うん、その社会人とのコネクションが一個もなくて、で自衛隊辞めて会社立ち上げた時に、うん、あの仕事ってどうやってもらうんだろうみたいな思って、うん、いろいろこう瞑想してた時に、うん、いろんなとこに顔出そうとか、本当にうさんくさい業種交流会とかもいろいろ顔出して、名刺交換とかしまくって、そういうのが無駄と気づき、どうしようみたいな思ってたところに、そういう、なんですか、のりおさん界隈じゃないですけど、まあ、ブロガー界隈と言ってもいいのかわかんないですけど、そういうところにいろいろ顔出していく中で、まあ、いい出会いがちょこちょこあって、それが結構、あの頃ぐらいから、ちょっといい感じになってきたみたいな。確かに捻挫さんとか今ちょっとダジャレを言ってるのでちょっとスルーしておきますブログを書き始めたのはどういう順番になるんですか？ブログ、僕初めアメブロでやってたんですよ。そうだったそれは僕はなんかあえてもアメブロみたいなところで、それは独立して今のコミュニティに入る前ですねで、なんかブログ書いといた方がいいんじゃねえかなと思って、そうですね、情報発信が大事らしいみたいな話を聞いて、で、その頃ワードプレスの案件もたくさんやってたり、うん、MT の案件とかもやってたので、そういうのを作ってもよかったんですけど、アメブロの案件が結構多かった時期だったんですよ。あのアメブロのヘッダーデザインとか、あの CSS スキン作るとか、芸能人ブログとか会社のブログとかアメブロで作るの流行りましたよね。で、その、まあ、社長のブログというか自分のブログがアメブロでやってれば、あ、こんなデザインアメブロでできるんだっていう営業ツールになるかなと思って、なるほどね、僕の当初のアメブロの自分のブログはアメブロっぽさ全然ないんですよ。なるほどね、ここまでアメブロでもできるんだぜっていうのを見せてたみたいな、はい、そうそのなんかいいねとか、いいねじゃない、ペタとかもなんかちょっとデザイン変えるとかみたいなことをやってて、でもやっぱり限界が来るじゃないですけど、やっぱり自分の住所、ドメイン欲しいなって思って、うんうん、ちょうどね、携帯会議に入り始めた頃、シェア作ブログだったよね。ああ、そうですね。そうですね。ついに独自ドメイン行ったかみたいな。あ、そうですね。ちょっとそろそろみたいな感じで。そんななんか、そうありました、ね。なんか最初の頃なんかキャンペーンやってなかった？なんかシェア作ブログ始めましたみたいな。なんか、なんか忘れちゃったけど。なんかやって、なんかいろいろやってるもんね。さすがだなと思いながら。やっぱりその、うん、まあフリー、まあ白川さんの場合フリーと言った方がいいのか、会社の社長と言った方がいいのか、微妙じゃないんですけど、ブログ的なものってなんか聞くもんですか？そのコミュニティの人間関係の方が聞いたのか、そのイケてない時期からイケてる今に至ったこう過程ってなんかブログとかそういうのって貢献してるもんですか？ありますね、なんか なんですかね、多分業界が世間が狭いからっていうのもあるんですけど、僕のブログはそんなにあの肩の力を入れないでやるのが結構、まあ、モットーじゃないですけど、いろんなネタありますよね。先週もなんかママチャリ日本グランプリ行ってきたとか。なので割と振り幅広いなと思って言ってますけど、すごいブロアルファブロガーって呼ばれる人と、うん、あのアメブロで自分のことだけを書く人たちの愛の子みたいなことができるといいなっていうのは一応理想としては、なるほど、イメージはあるんですね。一応そういうイメージはあってやってはいるんですけど、やっぱりそういうのやってると自分の近況とかもこうできるので、うん、久しぶりに会った人とのコミュニケーションとかが、そのアイスブレイクがちょっとしやすいみたいなのはあるかなっていう。アイスブレイクね。だから結構それが一番でかいかもしれなくって、うん、営業ツールになってるというよりは、そのクライアントさんと打ち合わせするときに、あの雑談のときに、そういえばなんかなんとか言ってましたねみたいな、そういうのないですか？わかります、わかります。だからね、誰の石谷さんだったかな、うん、ブログを書いてるとコミュニケーションが楽になるみたいな。ああ、それは言ってましたね。うん、ブログを書いたことない人ってなんかこう、知らない人にブログの情報発信しなきゃと思ったんだけど、書いてる人ってどっちかってこうメーリングリストでメールのやり
り取りしてるぐらいの感覚で、うんまあ、毎日メール送りつけてると相手にとって迷惑になっちゃうんだけど、こっちに書いておくと代わりに見といてくれるから、うん、なんか普段のこうね、ゆるくつながっててお互い何してるか分かってるみたいなんで、こう実は一回会っただけでお互いブログ半年ぐらいお互いに読んでたらなんか妙に仲良くなってた。それはなんかあの感覚は多分ブログそのお互いに使ってコミュニケーションしてないと分かんないのはありますよね。僕がブログやってて良かったと思うのは多分一番はそれだと思いますね。まあ、特にその自分で会社でやってたりするとオフィスとか孤独ですもんね。だからそこからジェリジェカフェに行くのはなんとなくイメージはすごい分かった。だから僕もそういうイメージあるし、あのブログで緩くつながってる感じを再現してるのが僕コワーキングスペースだと思ってて、オフィスでみんな一緒っていうのが多分日本の会社的なイメージですか。常に毎日同じ人と同じところを共有して、こういう多分濃いつながりもあるんだけど、だこういう濃いつながりはもうメールも普段からお互いに直接やり取りしてる、だから LINE で直接つながってる人とかそうなんだけど、だここは多分数人とか数十人だと思うんですよね。これがブログとかコワーキングスペースになると、これが数十人後半から100人単位になる可能性があるみたいな、面白いかなと思うんですよね。でさっきの人狼、人狼いきますか。じゃあ松田さん4番。僕ね、人狼全く未だによく理解できてないんですけど、人狼ですね、福力さんの力で流行ってほしい。人狼っていう、もともとのきっかけはジェリジェリカフェってボードゲームカフェってイベントを定期的にやってるんですよ。まあ、週に1回ぐらいやっていて、ボードゲームって結構かさばったりするので、昨日も告知されてた。昨日やってました。昨日やってたんですけど、ボードゲームがうちのお店に50個ぐらい、60個ぐらいあるんですけど、そこに来ればボードゲームできますよっていうイベントをやってる中で、結構いろんなゲームが置いてるんですね。でその中に、まあ、人狼っていうカードゲーム、結構伝統的なゲームなんですけど、があって、それがすごい仲間内が流行ったんですよ。もう本当に毎週金曜日朝までやるみたいな。そんな時間かかるの？1ゲーム3、40分ぐらいかかるんですけど、もう繰り返しやるみたいな。終わったらまた次やろうみたいになって、結局みんな終電逃すみたいな。松田さんも好きなんだよね。はい。のりさんも好きなんだ。僕も今やります。っていうのがあるんですけど、それをやってて、これってやっぱりボードゲームって一部の人に人気だけど、一般の人ってそんなに信じてないんですよ。多分人生ゲームみたいな認識だと思うんですけど、そうですね、そうですね。その中でもう人狼って結構ちょっとマイナーなゲームなので、これをもうちょっと普及させようってことで、ちょうど去年の今頃に株式会社人狼っていうのを立ち上げた。そこが意味不明だ。まあ確かにあの僕もすごく人狼っていうのはその誰かが始めたもんじゃない。じゃあ、まあ、オセロみたいな感じですかね。オセロはでもまあでもそっか、オセロは機嫌がねよくわかんないんですよ。だから結構ギリギリセーフじゃないですけど、もう言ったもん勝ちみたいな。誰もその人狼の保険料持ってない。持ってないんですよ。だから著作権的には割と、じゃ大富豪的な位置づけで、まあそうです、株式会社大富豪みたいなことじゃないですかね。なるほどね、はいはい。僕てっきりだから株式会社人狼が始めたのかと思ってましたから。人狼っていうゲームをっていうね、印象を抱かせてるずるい。結構もう昔から人狼うまいよね。いや僕全然知らなかったから、人狼ってあそっか、何初めてそんなカードゲームとか今から始めてこんな見つけ、はい、作れるんだと思って。結構昔から人狼好きな人から見たりすると、割となんか生意気だなみたいな感じで、お前勝手に持っていくんじゃねえみたいな。そうそう、俺たちの楽しんでる人狼を株式会社に仕上がってみたいな、まあ、ちょっとあるんですけど、まあ、いつか刺されてもおかしくないで、割とそれをこう広め、いろんな人に広めたいんですよ。でも人狼好きな人はもうほっといてもやってるので、その知らない人に面白いんですよっていうのを広めたいですね。会社作るのすごい。まあすごいですね。今まで考えた人いなかったもんね。それで。そうですね。結構人狼何回かブームが来てるじゃないですか。来てますね。確実に来てますね。何回目か分かんないけど。はい、イベントもちょこちょこやってて、ね。ちょっと前だったらテキストサイトが流行った頃に裏で人狼ブームが流行ってて、結構チャットとかで人狼やってる人はね、チャット人狼が流行ったんで。ネット人狼何年ぐらい？だから8年ぐらい前ですか。ああ。昔からただ8人とかいないといけないんですよ、うん、8人から12人ぐらいが結構面白い。いないと面白くならない。面白くならないんですよ。なるほどね。そうですね、3人でも一応できるんですけど、やってみます。いや、あの、いや、いいです。2分ぐらいと思うので1回。そんないきなり始められる。一応ですね、あの弊社制作した人狼を持っていらっしゃる。いい宣伝だね、これ。こういうあの嘘つき人狼っていう、はい、こういうのこれ Amazon で売ってるよ。 Amazon で、はい、2000円で、はい、そんな簡単に作れんの。いや、結構大変でしたね。嘘つき人狼です。すごいよね。いや、びっくりして、何これと思って。
これ本当に本当8人ぐらいいて、あのライダーゲームみたいな形なんですよ。心理戦というかっていう形で、まあ、パーティーゲームって言いたいなとは思ってるんですけど、カードゲーム、カー本当カードじゃなくてもいいんですよ。ボードゲーム、ボードゲームの中のカードゲームみたいな位置づけなんですけど、トキさんボードゲームとかってやったことありますか？僕はね、あのボードゲームマニアだったので。あ、そうですか。あのみんな知らないと思いますけど、戦国武将ゲームとかそういうカタンの交渉だけやってみたいな感じです。本当はもっとちょっと複雑なんですけど、今本当にすごい簡単に一回やらせてもらいたいんですけど、はいはい、3人の場合、人狼が1人と村人が2人いると。3人できんだ。一応できます、うん、すごいギリですけど。で、堀川さんも人狼はとっても面白いって、うん、3人のうち人狼は誰かを当てるゲームなんですよ、うん、でチーム戦です。村人2人対人狼1人のチーム戦、うん、で、これカードを取って自分だけ見てください。言われるだけ。ポイント、はい、寛一さんが弊社でも定期的に行われるのミクシーでも、じゃあ定期的に出張人狼の上 です、ね、ミクシーにもあの人狼させてもらって、で今自分のカードを見たら見ました、はい、隠してください、はい、自分だけ見てください、はい、で隠してください。でこの中で人狼が1人だけいるんですよ、はい、この3人のうち1人だけが人狼で、はい、2人が村人です、はい、でそれを探すゲームです。3人だとだからこの中だと多分人狼引いたどっちかはドキドキしてると思うんですよ。なるほどね。っていう時点で自分は人狼じゃないよって白田君はアピールしてる。アピールしてる、ね、まあまあまあ、まあ、そうですね。で、はいはい、人狼は村人のふりをするので、はい、私は村人ですって言って、はいはいはい、この中に人狼が誰か私以外にいるって言うんです。なるほどね。じゃあ今まではこのカードがなかった場合どうやってやってたんですか？その手書きで紙を紙とか、あとはそのネットとかだとそういうシステム作ってる人とかもいて、人狼 BBS みたいなのが。なるほどね。そうです。じゃあそのパソコンを使ってやってる。自分が、じゃあもうカードはこれで終わり？これで終わりです。あ、だから本当はカードなくてもいいんですよ。なるほどね。じゃあトランプでジョーカーの人がそれみたいにして、あ、できます。あ、でその後何やるんですか？で、議論をして多数決で一人処刑するんです。要は、まあ、オオカミを炙り出すゲームなので。あ、なるほどね。魔女狩り的な感じなんだよね。魔女狩りです。この中で人狼がいるから、はい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 、殺せって言います。それは誰が決める？多数決。多数決、3人議論してね。で、はいはい、その多数決でお前が人狼だろう、処刑ってなって死んだ人が人狼だったら村人勝利なんです。なるほどね。村に平和が訪れたってなるんですけど、はいはい、ここで食べる。俺多分のりおさんが人狼だと思うんだよねみたいな話で、のりおさんがいやいやちゃうよみたいな話をして、もし間違って村人を殺してしまったら、あ、罪のない村人を殺してしまったってなって、その時点で人狼1対村人1じゃないですか、はいはい、人狼と村人の数が一緒になったら人狼の勝ちになっちゃうんです。人狼でも大変ですね。最後まで生き残らないといけない、ね、ただ、人数が増えてくる。でもそれ人狼で勝ったらすごいね。楽しいですね。なるほどね。人狼の人数が2人の場合もあるんですよ。人数が増えてくると村人5人に対して人狼2人とかになってくると、どんどんこう人が死んでいくんですよ。で、2-2 とか1-1 とかになったら、もう完全に心理戦なんだ。そうです。別に何のヒントもないじゃない。そうですね。こいつが人狼かどうかっていう。で、今こういう話をしてて、なんとなく村人な気がしました、うん、っていうことを探していくわけですね。そう。なんか人狼だったらこんな感じで喋れないかなと思って。はいはいはい、はい。で、僕はのりおさんが人狼だと思いますみたいな、この議論をするんですよ。そうですね。で、最終的に多数決をするんですけど、これ面白いね。どっちが人狼だと思います？自分、村人ですよね。僕も村人です。村人です。村人だったら、どっちかが人狼なんですよ。のりおさんが全然喋んないんだよね。うん、今日は喋んないでみた。いつもめっちゃ喋るでしょ。そういう、ね、性格出るんですよ。テクニックを駆使してるよね。性格出る。だから人狼は、会議を誘導したいとかもしますし、村人は本当に人狼誰か探しそうとしてますし、ぶっちゃけまあどっちか分かんないですけど。そうですよね。ぶっちゃけ3人だと分かんない。何のヒントもないもんね。何のヒントもない。でもやっぱりこいついつもうさんくさいから、こうやって言うにはこいつ嘘ついてるみたいな、その知り合いだったらまた、ね、そういう殺され方もありますよ。もちろんあるね。その絶対人狼じゃないんだけど、こいつどう見ても人狼みたいな、そのこう必ず最初に殺されちゃう人みたいな。あります。だから仲良い同士でやるとき結構面白くて。そうですね。で、嘘つくとき こいつ結構喋る癖があるから。なるほどね。どうしましょう。そうそう、こう投票して、だからそろそろ落とし入れパターン、落とし入れていかないといけないんですよ。大体会議時間が3分とか時間が決まってたりする。時間決まってるんだ。多分今日は、
これはやってる人多いですよね。面白くするために白坂くんが自分で人狼を引いてると僕は思ってるので。いやそんな完全にランダムでしたからね。本当本当本当。またまたあとで録画見ちゃうよ。っていう風にやって誘導するわけね。なるほどね。わかんねえわこれ。わかんないですね。面白い。僕は決まりました。僕でもやっぱり白坂さんがうざんくさいから白坂さんだと思う。本当ですか。村人チーム負けますよ。とりあえずなんかね、こうしてそうやって反応するよね。いや僕は村人なんで、僕を処刑したら村人チーム負けますよ。いいですよ、負けで。じゃ結局平坂さんを処刑しときたい。わかりました、じゃあ一回、これで工業タイムになりますと。いや、いいっすね、誰と思ってる。僕、のりおさんだと思います。本当のりおさん、だって俺殺したら負けない。いや、消去法なんですよ。まあまあね、俺だったらすごいよね。徳力さんは人道集がしない多分。でも徳井さんはまだよく分かってないので、よく分かってないから、よく分かってないから顔に出るんじゃないかな。もし人狼引いてたら。でも結構ボードゲームやってた。神田さんも人狼ゲームやってみたい。いや僕がやってたボードゲームはダンジョンズ&ドラゴンズ。おお。そうちに JJ カフェで。マジですか。今やってる人いるんだ。二重面体サイコロも懐かしくていないですよ。じゃあ投票します。で投票は一斉のせで指をさす。わかりました。はい。一番怪しいと思う人に指さしてください。はい、せーの、せ。で、僕がカードオープンして、はい、ゲームが終わります。なるほど。僕は、あ、違いました。わかりやすい。なるほどね。まあ、これはね、でもあ、そう、視聴者の人に聞いておけばいいのかな。はい、人狼、僕は人狼でした。これなんかいろいろ書いてあるけど、関係ない。一応、ありますけど。難しいルールのやつもあるわけで、ね、本当は、あの、いろんな役職があるんです。預言者とか。預言者は誰が人狼か分かるとか。あ、なるほどね。それでもどうやって分かるの？その夜になったりするんですよ。夜になって司会者が必要なのでちょっと本当複雑な。なるほどね。だからそのパソコンの役をする人がやっぱり一人必要で、その人が預言者は誰かでも例えばそうか司会者の人にカード全部見せたりする。そう、司会者は全部把握しているので。そうか、だからでも司会者が誘導に弱い人だと司会者が教えちゃったりするから司会者が上手くないと。司会者はまあそうですね。なので例えばその預言者の人だけ目を開けてくださいっていう。それが出張人狼ってことね。司会をやりに行く。なんで出張が必要なんだろうって思って。でも思ったのはさ、司会者の人で相当楽しさ変わるね。あ、それはちょっとあるかもしれないですね。なるほどね。ださっきその定期開催で行きますって言ってるのはもう出張人狼が来てくれるからみんなはそれに参加するだけでいい。そうですね。これありの人狼何人でやるのがいいですかとか神田さんが言ってます。8人から10人ぐらいがベストかなと思いますね。15人とかもすごい楽しいんですけど、うんうん、結構長くなっちゃうんですよ。1時間以上かかっちゃったりするので。はそうですね。なんかこれめちゃめちゃいっぱい入ってるじゃん。そうそう、役職がたくさんあって、で今はすごい簡易な計画だったんですけど、これでだんだん難しくなっていくとこういうのがいろいろ増えて、いろいろ。これいくらなんですか。これ2000円です。2000円で、はい、あ、ごめんなさい、はい、2000円でアマゾンで販売しておりますので、はい、嘘つき人狼で。今は1人1枚これでこういう役割だよっていうのを覚えるためです、ね、そうですそうです。なるほどね。たまにいろんなのあるもんだね。分かりやすい一覧表みたいな。どれくらい出てるんですか今。今ですね、割とちょっと在庫が薄くなってきてしまって。そんなにブログになんか1000個売れてるって。そうなんですよ、1000個売れてる。単純計算であのいくら儲かってるか分かっちゃいます。いやでも結構お金かかってるんで。分かります分かります。2000円も割と本当は3000円ぐらいで売りたかったんですけど、うんうんうん、あのやっぱり普及させたいっていう目的があったので、うんうんうん、すごい安めに設定した。やっぱゲーム機があんだけ普及してくるとあの逆にこういうのが面白いね。今うちもあの息子とポケモンカードゲームをやってるんですけどよくできてて、結構、ね、息子にガチで負けるんですよ。その実力とかよりもちゃんとそのカードの運の方で勝てるようにできてて、アナログゲームの楽しさみたいなのがありますよね。なるほど。顔合わせてやるみたいな、うん、特にこういうの心理戦なので、こういうのよりね大人の方が面白いですよね。そうですね。へえ、面白いですよね。これは何でやってるんですか。なんで怖い怖い怖いですか。デザイナーからクリエイターでありジェリジェリカフェのオーナーもやり、ジェリジェリカフェはちょっとある気まあ単純に面白いから流行るなって思ったのと、うん、そういうのに被せていくタイプなんですね。そうです。そうですね。あとは本当になんか今までボードゲームなんて絶対やってこなかった人生を送ってきただろうなみたいな、そういう人に面白さを知ってもらうのが嬉しいみたいな。で、ね、で実際その人たちがすごいハマってくれたりして、なるほどね、見て、あ、これポテンシャルあると思って、うん、
って確かに他人のそういうの開眼させてあげるのってなんかこう楽しいですよね。楽しいですね。うちの増田さんとかもそういうタイプで一時期頑張ってたんですけど、肩とか啓蒙してて、そしてボードゲーム部ありましたよね。もう完全に休止中なんかまあNHK の取材を受けてなんかこう達成感が出ちゃってもうこれ以上ないじゃないですかNHK の取材を受けるっていうそのこれ以上の出来事思うんですけど、ボードゲームはなんか酒飲みながら一晩中やると面白くて、やっぱそれやらないとね、ちょっと楽しさの深みが出ないと思います、はい、まあそうね、そうね、ボードゲームそうですね、ちょっと酔っ払ってきたぐらいがすごい面白い、ね、うん、大人のボードゲーム、ね、こう、 うまく長峰ナイトとかにかぶせていくべき、はい、長峰ナイトやってる隅でちょっと数人でやってるとか、あ、ちなみに長峰ナイトってのは社内の飲み会、あ、すいません、はい、いつもその飲み放題ボードゲームナイトみたいなイベントもやっているので、はい、その罰ゲームのテキーラも無料みたいな、うん、罰ゲームのテキーラも飲み放題ですみたいなナイトでやってるので結構盛り上がりますね。神田さんが会社や組織の中で派閥やクーデターありで会社版の人狼とかあるとビジネスマンにも対象とか、カードの名前変えればいいんだもんね、うん、そうですね、これただ村人って言ってるだけなので、そうですね、研修でやるとこあるよね、あ、ありますね、うん、結構コンサル会社さんとかが研修でやったりとか、研修でやるの、新人研修とかで、うん、その、そっか、そういうこうコミュニケーション能力とかそういうこう、はい、洞察力の研修として、まあ、うちもやるかじゃん、絶対やるか、せっかく出るわね、これね、人狼面接みたいなのも、その人狼はいいよ、みたいな、そう、なんかとりあえずキーワード作って流行らそうとするどれか決めてやろうそう、全部ぶつけるのやめよう、第二次試験は何でも人狼つけときゃいいって言ったら、グループ面接の中で人狼をやって見るみたいなのはすごい面白いと思う、ブロガーカップ止まればいいな、面接確かに意外に面白いかもしれないな、なんか、上手ければいいってわけじゃなくて人狼、俺絶対その時仕切ると思うな、その場のコミュニケーションで、人狼と思われて殺されるパターンだね、こいつやたら喋るだろうね、やたら喋って人狼で嘘つくの上手い人とかは営業に向いてるとか、なるほどね、なんか誠実で、嘘つけないからすぐ死んじゃうとかいう人は経理に向いてる、いるよね、すげえ黙ってんだけどここぞっていう時にボソッと一言言って場の雰囲気変えるやつとか、うん、多分人柄すごい出るゲームなので、わかりました、じゃあちょっと虫の4月のキックオフで、あ、本当ですか、やったー、来てよかった、司会者で来てもらった方がいいんだよね、あ、来ます来ます、ぜひ、それ知らなかった司会者やってる、もちろんもちろん来ます来ます、そもそも人狼株式会社は何人いるんですか、ですね、役員は一応6人いるんですけど、6人もいるのすごい、え、どういうことちょっとね、スタッフはいないってことスタッフも株主みたいなスタッフが20人ぐらいいて、それはみんな人狼ハマってたメンバーなんで、はいはい、あ、いいですね、それ共同出資会社みたいな感じで、一人1万円ずつ株、なるほどね、はいはい、そういうの面白いな、名前出してって言って、でみんな本業がちゃんとあって、はい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 、副業的にじゃないですけど、そういうパターン面白いですよね、だからその株主だから当然その啓蒙もするしみたいな、そうそうそう、作るのこんだけかかってるんだからこんだけ回収しないとやばいぜみたいな、そういう話ですよね、面白いかもね、結構それで会社立ち上げる、会社立ち上げたことない人たちが、うんうんうん、だってみんなで会社立ち上げてみたいな流れはすごい楽しくて、うん、キャンプファイヤーも使ってましたよね、あ、キャンプファイヤー使ってお客様で40万円ぐらい、これ作ったんでしたっけ、そうです、これを作りたくてお金を集めた、そういうことか、キャンプファイヤー参加しておけばよかった、ちょっと意味が分からなかったんでやっぱりなんか結構今人狼って名前は聞くんだけどやったことないしやり方も分かんないしきっかけがないみたいな人は結構多いと思ってるので、うん、そういう人たちになんとかこう面白さというかやる機会の場を作りたいなと思っていて、で結構イベントはちょっと定期的にやっていきたいと思って、でこういう、うん、ミクシーさんとかいろんな会社さんとかに出張人狼みたいなことをしてやったことない人にやってもらうみたいな、あれまだ結構定期的にできてる、定期的に、はい、そうですね、うん、ご連絡いただいて出張させてもらうみたいな、いいですね、やってますね、そのうち大会とかあるんですか、大会でしかやりづらいですよね、まあね、落とし入れられちゃうからね、そうですね、あと本当はなんか子供向けの人狼とかもやりたいんですけど、うん、やっぱりその処刑とか嘘をつくとかが教育上良くないっていうのはすごいあって、なんとか子供、なるほどね、確かにそうだよね、処刑はポケモンカードゲーム的には気絶って言うんですよ、なるほど、ポケモンカードゲームだから全部気絶、確かにドラクエも倒したとしか言わないから ね、気絶か、いいことですね、でまあその人狼側はさっきやった僕みたいに嘘をつくのがもう前提なので、うん、そ
その嘘をつかないといけないっていうのが、そうそう、ね、やっぱそこがね、あのやるべきだと思うんだね。その子供の頃から、いや逆に現実は知ってるけど、ね、人間は嘘をつくもんだって絶対コミュニケーションしない。ちょっと気がかりなのは、子供だと人狼で仲悪くなったらそのまま私生活も仲悪くなるからね。確かにね、確かにあいつ人狼だからみたいな。そう、本当に人狼で華麗な嘘をついてみんながそれを信じて、あの一人勝ちみたいな後って、うん、結構こいつもしかして信用ならないみたいな感じになるので割と、ね、そうです、ここまでは責任取れませんみたいな、ね、本性出ちゃうもんね。本性出ますね。岡本さんがあの家族や親しい友人とやってみたいなって言ってますけど、逆に親しい友人とはあんまりやらない方がいいかもしれないですよね。そうですね、まあ、でもそれで本性見えるときに、本性見えるからそれで仲良くなるケースもあるんですけど、もしかしてこいつ結構裏はみたいなこともあるので、そこまでは責任は、そうね、一切責任は取りません。意外と腹黒みたいなね。そうですね、意外と出ますね。女の子がうまいんですよ。そうね。女の子が結構、うん、なんかすごいうまい子がたまにいたりとかして、虫も殺さないような顔して平気で嘘をつくみたいな話ですね。なんか人こうみんなでこう円に輪になってる話とかしてるときに、そのある時に女の子が人狼だったんですよ。で、もしかしてその子が、その女の子が人狼なんじゃないかみたいになった時に、あの隣にいる男に、あの私人狼じゃないよっていう、ボソって言うっていう。で、それが、あ、俺だけに教えてくれたみたいな感じになって、あの、信じた。そいつが守るわけ、ね、そいつが守っちゃった。いや、この子じゃないよみたいな。いや、この子じゃないでしょみたいな、ただ人狼だったって。もう、末恐ろしい事態が。怖えな、怖え。それ面白いね。怖え、でもありそう。それ普通に人間関係であるよ。社会の縮図なんだよね。社会の縮図だね、それね。そっか、合コンでそれやるとこう、あれだね。合コンでやっても面白そうですね。多くは言う前、ちょっと。多くは言う前、そうです。はい。はい。そんなわけで、はい、そうですね、今日も放送時間がそろそろになってきましたけど、なんか最後にこれは宣伝しておきたいなとか。そうですね。吉野さんが女子大生は怖いって言ってるけど、なんかこう。女子大生の実体験的な話。人狼の実体験で。なるほど。もう、最後にじゃあ、はい、一つだけ。どうぞどうぞ。あの、今ですね、私の妻がレシピ本を。あこれ本が持ってくれました。ここで、ね、持ってない。持ってない。持ってこうかなと思ったんですけど、さすがにとか思って。はい、その話題にね、触れていいとかどうか分からなくて、触れなかった。もうこ の, この流れを全部無視する。あの朝子食堂の一緒に食べたい朝ごはんという、はい、あの簡単に作るレシピ本が絶賛 Amazon で販売しておりますので、はいはい、1000円。すごいよね、レシピ本で。次に朝子さん出てもらえばいいんだ。まあ、ブロガー枠、ブロガー枠なのかどうか。かブラック出たくないから大丈夫。あ、そうですか。実はブラックブログあるんだっけ。一応朝子食堂っていう、うんね、あ、じゃあブログあればいいですね。もともとそれもあのレシピ画像とかを、うん、ツイッターとかフェイスブックでずっと、うんうん、定期的にこう、ね、今日のご飯みたいな感じやってたんですけど、なんかやっぱり流れちゃうじゃないですか。そうね、ストップしたいもんね。あ、これちょっとブロガーっぽくていいですね。ツイッター、フェイスブックで写真こうアップしてるとやっぱりどうしても流れちゃって、はいはい、あのレシピ良かったなと思っても、うん、探せないとか、はい、だってすごいもったいないなっていうふうに思っていたので、それをこうちゃんとコンテンツとしてまとめるページを1個作りたいっていうことで、うん、朝子食堂、朝子キッチン .com っていうのを取って、はい、ワードプレスでこう作ったっていう、うん、でそこから一応出版の話になったので、はいはい、割とブログの力ってすごいなってすごいですね、すごい思いますね。っていう話は朝子さんに無理やりブログに持ってくる人はすごい。いやでもあれはいい流れです。いい流れだと思う。すごいよね、このこう両方がそういう活動をしてるっていう。確かにね。それ元からそういう人？いや、そんなことないですね。もともと洗脳したんですか、じゃあ。いや、未だにインターネットのことは全然分かってないので。へぇ、でも逆にそれがいいんでしょうね。全然パソコンも、あの、この前、その、チョコレートの作り方みたいなのが、ハテブで1000ぐらい行ったんですよ。へぇ。で、結構それ、あ、ハテブ取るようになったかって、ちょっとしみじみ思ってたんですけど、で、それを見て、なんかすごいアクセスがあるみたいみたいな話を聞いて、B のやつがすごい、ついてるみたいなこと。もうハテブすら。もうそのハテブは分かんなくて B B だね。B のやつの数字があって。B だね、確かにね。B の。そうそう、記事の表示されてる B の数字が増えてるから。あ、なるほどね。っていうぐらいには疎いんですよ。うん、なるほどね。だまあいいねとかだったらいいねだからその。わかります。B のやつ。B とか T とかだと B とか T になっちゃうんですね。面白いな。っていうぐらい。ね、そういう人にこういうネットのなんかこうそういうの感じてもらえると嬉しいですよね。うんうん、
といろいろ頑張ってるみたいなのでじゃあ近日中にちょっとね、あそこさんにもちょっと声かけてみて1時間持ちますかね、なあ、大丈夫、僕は床に来てます。ああ、そうですか、なんか僕がモーツモーツあ、なんならあの、服触れてくれる。いや、絶対ないでしょ、絶対その回の時にこう右上ぐらいのこうねワイプでずっとワイプしてるよ、やだやだそわそわしちゃう。いや、ちょっと意外な宣伝が入ってびっくりしました。さすが偉いですね、はい、愛を感じて、ちょっとのろけられちゃう、ね、放り込んで、はい、ということで今日はですね、白坂ブログ Z の、ブロガーさん兼クリエイター、はい、そして最近人狼に熱い白坂さんをお呼びして、はい、いろんな話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、停止します。じゃあ、配信停止ってボタンを。